三河物語。江戸幕府と家康の死。その3。譜代の神はお家の犬。さて、一方、家康は浜松から岡崎へ向かわれる途中、元亀4年、西暦1573年、長篠の城に武力偵察にやってきた。飛矢をいさせてみたところ、案外なことに本丸、二の丸、三の丸、武器庫、貯蔵庫などが一つ残らず焼けた。そのまま押し寄せて攻めた。武田勝頼は援軍として宝来寺、黒瀬まで武田天球、信豊を差し向けた。それに構わず攻撃する。城には兵糧米のなかったので、すぐに降参を申し出た。それで命を助ける条件で和議を結び、同年7月19日に城を取った。不審をし、兵糧米を運び込み、奥平、久八郎、信政に城を渡す。そして帰陣した。その折、武田はやはり援軍として穴山梅雪の遠江の国へ出撃させた。森に陣を取り、そこかしこに放火して田を刈り取り略奪をする。家康は長篠を攻め落として一旦は帰陣したが、敵が来てそこかしこで放火し、略奪をし田を刈ると聞き、家康配下の兵が我先にと駆けつけ、乱暴する敵を追い込んで、そこここで首を取った。そんな時、榊原小平太、安政配下に上方の浪人がいたが、大久保知右衛門城忠助が手柄を立て、首を下げて帰陣するところへその浪人がやってきて、7、8人がかりで後ろから抱きつき、知右衛門城が取った首を奪っていった。知右衛門城は手に汗して握りしめて腹を立てたけれど、どうしようもなく帰城した。榊原小平太が例の浪人を連れて家康の御前に出る。戸田三郎右衛門の城忠次、これを見て急いで大久保知右衛門城に。知右衛門城は知らないか。榊原小平太が例の連中を連れて御前に出たぞと知らせた。知右衛門城はありがたい、よく知らせてくれたと、その人々が御前を退出しないうちにと急いだ。三郎右衛門の城は、私もお仲間しようと二人連れ立って御前に参る。あの者が差し上げた首は多くの人が証人によりますが、私が討ち取ったものです。引っ下げて帰陣するとき、7、8人がやってきて引っ張っていきました。私に限らず、多くのご奉公久しい人々はこれという起業をなされなくても、長年来のご主君なので、我々は妻や子のことを思わず一命を捨てて合戦に励みました。あのような者に十分すぎる知行をお与えになり、人を多く持つようになったので、いつもこんな風に他人の手柄を奪います。知行の少ない私のような者はどう励みましてもご奉公したことになりません。その上、彼らは自運の良い時には味方となりますが、自運が悪くなると逃げ出します。ご譜代の人々は自運が良い時も悪い時もお家の犬となり、逃げ出すことをしないのに、死もしなかった手柄をお認めになるのは誠に困ったものですと申し上げる。榊原小平太は、知右衛門城、言われのないことを申し上げるが、私の配下の者の手柄ははっきりしている、けしからぬと申す。知右衛門城は、誰がいいか悪いかは尊い方なら、どうして知らないことがあろう。その近くへさえ来なかったのに、余分なことは言うものではない。見もせぬ都の話はしないものだ。どんなに配下の者をかばおうとしても、なかったことはしょうがないと申す。その時の家康のお言葉は、知右衛門城はいらないことを言うな。私の家中に、お前の武勇にケチをつける者はあるまい。私の存分に任せておけ、だった。胸中を察して恐縮して御前を引き下がった。例の浪人たちはその場にいられなくなり、どこかへ消えた。